2人でさデートなんてあんまりしないんだけど、珍しく父がなんかねキャッツのねチケットもらったって言って、撮影機にね待ち合わせして一緒にねキャッツを見に行ったっていう記憶がある。そう、あんまりお父さんと2人でさなんかそういうデートとかしないんだけどね、なんか今思えばなんか不思議だなみたいな。そう、キャッツでももう忘れちゃったけど、なんか動物園に行きたいってちっちゃい頃さ言ってて、お父さんと約束したんだって。してその日なんとね土砂降りだったらしいんだよね。本当に雨だったんだって。普通の雨じゃなくて土砂降りだったらしいんだけど、私は絶対動物園に行くって聞かなかったらしくて、お父さんと雨の中動物園になんか行ったらしくて、したら動物園のなんか入り口で係員の人が、え今日行きますかみたいな行きますかって、私がどうしても行くってなんか傘さしてね、2人でねなんか動物園に行ったってね、私はもう全然記憶がないんだけど、それをね母に、未だに聞きます、やんちゃんそうなんかねちっちゃい頃はもうこうって決めたら絶対こうみたいな、負けなかったみたいまあそんなね強情なところがあるのは、皆さんにもまあ垣間見てるかもしれないけど